タクティクス王が、ゆっくり実況プレイ動画、ソフト SE ゲフン、縛りもあるよ。皆さんはじめまして、ゆっくりテーマー見習い、初案です。今回は SFC 版タクティクスオーガを、軽い縛りで実況したいと、思っています。これは、テスト動画を作成した時の、セーブです。多少変な環境で録画を、したので、音がずれていたりしてる可能性大ですが、気にしない。さあ、オープニングムービーあれ？これは、本気と書いてマジと読む、つられくまー。まあ、いいです。とりあえず名前を決めましょう。狂おしいほどのやつを。釣られたから、く、ま。吉。くまー、だと思ったの？くま吉です。次は誕生日です。初案曰く、12月24日にして、クリスマスプレゼント、と一緒にすることで、ゲームだからできる親孝行、だそうです。出ました、チーターマンです。熊吉の属性は、風にするので、見た目のみ真面目に決めます。本来ここでの選択で、ステータスが上下します。これから縛りをする人間とは、思えない選択ですので、見ないでください。はいはい適当。はいはい適当。はい。熊吉は、風を選んだ。ここからが本当の地獄だ。録画の尺的な意味で、ここで縛りの内容を簡単に、紹介します。主人公である熊吉は、今後マッパです。葉っぱ1枚の規制は、そうい、キャー。の、信長。今、ちらりと見えたのが、熊吉です。チャプター1、僕に、その手を汚せというのか、性的な。先ほど馬に乗っていた男、ナオバイス。熊吉が姉と呼ぶ女、ナオカチュア。暗黒騎士団。何その中に丸出しの団体、油断していると改善の問題だよ。ランスロットかっこ笑い。団長？一番症状の重い人なの？鎧を着た人たちが、ぞろぞろとやってきました。クティクス王が、初の戦闘です。とはいえ、イベントなので、まともに戦うこともなく終わります。そうい。地味に経験値ゲット、嬉しいです。ちぃあれ？話しにくい違いが。そもそも片目って相当な特徴じゃないですか。カチュアはそれを知っていながらも、バイスの暴走っぷりを見ながら心の中で、クスクスだったんですね。おお、怖い怖い。しらじらしいですよ、カチュア姉さん。の選択肢、このゲーム、主人公の選択で人の生死が決まったりします。地理、日本史、世界史への拒否反応に定評のある書案、このカタカナばかりの文章は、辛い。バイス、声を荒げても、何一つ解決しないんだよ。リストラ、お尋ね者、現在職もないニート、故郷に戻ることすらできない。はい、バイスデレター、ここにど、初対面ですよね。いくら暗黒騎士ランスロットかっこ笑いと、間違えたからって、年下相手だからって、いきなり呼び捨てですか？もうこれはリセットして、熊吉様、とでもしてやりたいです。おお、痛い痛い。今バイス、おじいさんを押しのけて前に、入りましたね。なんという非常識。何をやってるだー。こういう口論、見るのがすごく、辛いです。とりあえず、ここでオープニングは一時中断となり、セーブが可能となります。初めての動画なので、編集もわかりません。こんな初案でも頑張れるということを、感じてやってください。それでは、これでパート1は終了です。お疲れ様でした。皆様、はじめまして、ゆっくり初案です。今回も、チュートリアルの続きとなります。お城に行って、捕まった偉い人を助けます。この世界をぐるりと見てみましょう。狭い？狭くないよ。熊吉の装備。葉っぱ。圧倒的。葉っぱ。か。解除できた。元に戻しておきます。これです。このセリフが聞きたかった。ゲストキャラクターの装備は、お店で買えるものでも、外せません。バイス、カチュアの場合、転移石が外せません。これは戦闘不能になった時、脱出するアイテムです。ゲスト用。ファイタウ。2000ゴート。兵士ユニット1人の人生を買うのに1000ゴートかかります。これは大きい。神曲来た。リーダーキャラがいる場合、リーダーを倒せば戦闘終了です。こちらは熊吉がリーダーなので、熊吉の死は終わりを意味します。ここで、一人一人、戦闘の基本を説明してくれます。長いものには、巻かれましょう。このセリフ、エロス、連結に見えた私は、飢えているのか？葉っぱ一枚です。心得ております先輩。エレメント？気にしない。おそらく、唯一、覚えている財宝です。ほーら、キュアシーあれ？ヒーリング？キュアシードじゃないの？こんないいもの序盤で出していいの？41% で当たるとか、ギルダスサンパネイス。カット、敵の移動だけなので切りました。正面からだと、ヒット確率が減ります。背後、ついで側面が狙い目です。カノープス先輩は、槍を装備しています。2マス先まで貫通して届きます。敵がノックバックしたのは、クリティカルのおかげです。くるくる回っているのは、カードです。戦闘中のみ取ることができ、ステータスがアップします。じいちゃんの照英魔法、ナイトメア。敵単体ですが、広範囲、睡眠効果付きのチートです。普段は拾わないカード、いただきましょう。稲葉。くらえ。28とか。貴様、人の財宝を、戦闘中、敵に取られると、消えます。痛い痛い痛ー。カードを取りに行った結果がこれだよ。姉さんの特徴、動く、ヒール、動く、エンドレス。いいねいいね、位置残ってる。っておい、何をするだー。順調順調、ここは皆さんに任せます。あれ？ヒーリング？覚えてたの？じいちゃんが一瞬でやってくれました。ごっこにされました。気をつけます。連続戦闘の場合、間に編成ができます。消費アイテムや、入手した装備を、付け替えします。ファイタウ。リーダー、アガレス、チェーンメールは、もらえません。移動、そしてヒール。すること、ないよね。相変わらず、騎士の皆さんパネース。おう。相変わらず以下略。泥仕合。お金、大事。ゲストの中でも、カチュアとバイスは特別です。特にカチュアはレベルアップして、損はないです。おい、リーダー同士、一直線上に立たせるんじゃない。ドロ MVP、ミルディンさんがやってくれました。豚、熊だよ、間違えないでよね。出た、効果はいいけど使わない、無駄極まりないアイテム。お前の額も明るいけどね、なんてね。褒美という名の、雑用だよ。名前？考えてなかったよ。瞑想中。ショアン、ひねりの一つもない名前。2万ウォート、さらに兵もくれます。プログラムアドバンス。無職脱出おめでとうございます。一緒にトレーニング、しましょう。さあ、ようやく始まりました。これから先、何かとお世話になる、タインマウスの丘です。それではパート2、ここで終了です。お疲れ様でした。ゆっくりショアンのタクティクスオーガ、パート3、はぁ始まるよー。設定は、事前にしておいたので、編成をします。縛りのため、弓、キュアリーフは解除対象です。操作、慣れないです。買うつもりもないですが、冷やかしにショップへ行きます。ゴーレム、硬い、ひたすら硬い、壁にできますが、残念ながら L です。この帽子、入手しても売る場合がほとんど。まだ品揃えは良くないですね。本来なら弓を全員に装備させるところです。消費アイテム？もちろん必要ないです。邪魔したね。ファイタウ。出陣ユニットを決めます。熊吉は強制です。最初なので、フィーリングに配置、細けいことはいいんだよ。ゲストは、固定位置で出陣します。安心です。彩る雲、彩雲のオルバ、火の魔法使いです。この音は、まさか。風使いカノープスが、雑用を放り出し、初暗騎士団に入団しに来ました。このゲームの中でも、一番好きなユニットです。熊吉は、7番目。戦闘はかなりグダグダ、弓があれば、かなりサクサクしてたはず。冷戦。槍ガード。弓が欲しい。1、どれだけ投げればいいの？うどんげ。喋ることがない、それほどまでに、つまらない戦闘。石を投げる作業が、続く。弓だと、10割かなくとも、8前後のダメージにはなると、思います。今回のユニット、全体的に名前が残念でした。ブルース、赤いあの人を思い出します。ブルースバスター。フェイタルアトラクション。見事に失敗。あれ？キュアリーフ？外し忘れてるー。使わなければ問題ない問題ない。次からは気をつけます。テクニックの一つ、投擲系は範囲に関係なく、当たり外れします。条件として、高さ、建物、障害物、対象近くのユニットなどなど。オリン。草が燃えて岩肌になりました。この状態で特定の位置に立つと、埋もれた財宝を入手できます。今のは右側からアマゾネスの正面へ向かって、さすがゲスト、命を大事に、ですね。マリサ。ここに来て、ようやく剣での戦い。ダブルガード&ダブルアタック、運がいいですね。アリス。バイスは空気読めない子ですが、現段階では強力なユニットです。頑張ってもらいましょう。いいガードいいガード。いつも思う、背後からも木製の矢が刺さる驚きと、苦しみ。切って切られて、おお、戦争。無音が辛い。何か歌でも歌ってしまおうかな。メイド、ニーソ、パッド帳。相手が弱っている。いけ、ブルース。48% をよく当てた。すごいすごい。よしよし、敵が少し減った。カードもゲットしちゃうぜー。100% じゃなければ、99% でも外れたりします。シャローン、死亡フラグ立った。こいつの魔法 100% ヒットという、ひどいチートっぷり。追加。ステータスと、ユニットの性格括弧、N、ニュートラル、L、ロー、C、カオスかな。それによって就職先が、決まります。悟り。だからシャロンはやめてって、唯一、いい名前だと思ってるのに。目の前で弓を引く敵を無視、その結果顔面に木製の、矢を受けるバイス。ゲストユニットさんの考えは、わかりかねます。地味に辛い状況。敵より2つ低い位置にいるので、当たらない当たらない。こんなに変なカットばかりになるなら、ランスロットの言う通り、トレーニングしておけばよかった。お前、絶対にキュアリーフを使うなよ。絶対だぞ。おいじじい、調子に乗るな。嘘です。財宝持って行ってください。29中20削るのやめてください。お願いします。お願いしたので、19で済みました。それは、縛りないようにある消費回復アイテム、キュアリーフじゃないですか。カノープスはまだ入団したてで、掟を理解していないようですね。よく言っておきます。反撃が怖いので、投擲で削ります。ジジイは目が悪いようです。ジジイの背後を取らずに、正面のアマゾネスへ攻撃、口説き出したのか？ざまあ。同じ手を食うか、バイスは顔面矢がトラウマのようです。じじいいじめ、これはひどい。ジジイの逆襲、杖で殴った方が強い件について。連続攻撃はやめて。このジジイ、やり逃げかよ、金払え。払わないと、怖いお兄さんが、槍でつつきますよ。ゆゆ様、何？ニトリ。時間、押してるんだよ。ソード、ワイドソード、ロングソード、プログラムアドバンス発動、データソード、くらえ、エレキマン。ウェイ。バイスは、我が道を進んでいます。役に立たない。弱っている相手を狙う、戦争の基本。ジジイ、ここから粘りを見せます。19の表示で21。これだから怖い。1残っただけ、マシか。おう、ジジイ、やることやったらお金を払わないとね。経験値が100を超えるとレベルアップします。100以上は切り捨てられます。ふむ、石がよく当たる、40% とかダメ元でやっています。18以上石をぶつけられたら、やり逃げもしたくなりますよね。短期決戦に向けて、無茶をしてみました。ブルース、もういい、プラグアウトだ。何？プラグアウトできないだって？じゃあ、モンスターボールだ。だから、敵を口説くのをやめなさい。ほら、愛想疲れてますよ。そんなやり方で、素敵な女性と出会えると、思ってるのかー。ジジイが、金を払うまで、石を投げるのをやめなーい。未来ある女性の命が、途絶えました。それも、これも、全部ジジイのせいだー。ジジイが、金を払うまで、石を投げるのをやめなーい。あと7、一撃で仕留めれる体力まで、削りました。ブルース、デリート。いっけー。マグナーム。ふう、多大な犠牲がありましたが、勝利しました。おう、うろう。熊吉という名を、つけてしまった以上、真摯な動画を目指して、サクサク進めればと思います。それでは、お疲れ様でした。おはようございます。こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。ショアンです。今回でパート4になります。時間があるので一気に録画しています。ケダルーサガー、ほら、Google マワーて。歌わせるのは難しいですね。いやでも思い知りますよ、これ。これを見てくれないか？熊吉、その他ユニットのレベルをトレーニングで上げました。カノプーいいよカノプー。パート3でデリートされたブルース、個人的に気に入ったので、新たに雇いました。忍者の説明、歩数が、1増えます。水の上を歩けます。攻撃魔法を1つ装備できます。序盤のユニットは忍者にすると、使い勝手がいいそうです。アマゾネスたちはまだ、クラスチェンジできないようですね。残念です。街とは別の、凸マークを通ると、ランダムバトルが発生したりします。はいだう。サクッとユニット選択しましょう。人数いっぱいに。出陣じゃー。クリガローの町。神父さんが、アンデッドという骸骨と、幽霊に囲まれています。照英魔法、とある神父の頂上物を強かっこいくそ沈むかっこ閉じ。おめでとう、骸骨は、成仏した。援軍を求める神父さん、そこにショアン騎士団登場。解放軍。何その呼び方。ここでリーダーの姉ちゃん登場。甲骨のモルドバ。その二つ名は、エロイ。食用、ウィッチ、攻撃以外の状態異常系魔法を、使う、かなり厄介。出ました。ナイトメア。ショアンが好きな攻撃魔法第2位です。無駄知識すぎる。眠らなくて一安心。神父さんは助ける方向で行きます。意外とパワフルなのかな？まだ射程外。恐るに足らず。カットカットカーッと。プレザンスが死ぬのを見たことがないんですが、死ぬと代わりに可愛いクレリックが、仲間になるそうです。フラグじゃないよ。カットカットカーッと。カチュアのカは、カットのカ。お互い攻撃が届かない、暇。そうい。レベル5になったからかな？カノプーは本当に強いです。相手が弱っていか役。これが、アンデッドの特性、死後、ターンが回ってくると復活します。プレザンスは、眠らない。ここのカット部分で、経験値の表示を消しました。出ました、完全チート技の、スタンスローター。強く光ると成功、麻痺します。麻痺状態は、攻撃が 100% ヒットします。相手を麻痺させるローター。二つ名は甲骨。こいつ、エロいだけじゃない。完全に有利だ。S、いや、むしろド M なのかな？ブルース M じゃないからやめてー。姉さん空気すぎる。さっきの続き、自分にスタンスローターを、かけて、そのローターを、固定してゲフンゲフン。神父さんの前でそんなこと言ったら、パワフルステッキ攻撃を見舞いされるよ。照英魔法、とあるしんあれ？かなり MP 消費するので、連発できません。攻撃が2度外れると、少し萎えます。今気づきましたが、こいつの名前、デルタ？大きな三角定規と関係あるの？私は昔、こいつに踊らされて、通報された経験があります。許すまじ、これ以上犠牲者を増やすわけにはいかない。確率は、気合で乗り切る。つえー。悪は滅びた。これで世界に平和が訪れるはず。顔をお見せできませんが、甲骨さん、ヘブン状態です。0ダメージ0%は、範囲外の場合に表示されます。こいつ、序盤で槍だと？槍は、手前の人がガードすると、後ろの人には当たりません。カノプー、槍の使い方を教えてあげなさい。クリティカルでノックバック、前にユニットがいたので、玉突き事故ダメージ、ブルース復活、これで勝つる。スリープ。眠り状態、攻撃で起こすことができます。つるっぱげのリーブ、説得力、ないよ。カノプー？あれ？女の子専門じゃないの？地味に神父さん、ピンチです。この中途半端具合が、バイスらしさ？燃えないよ。とどめがさせたからいいものを。一程度の痛みじゃ、満足できない体なの？この人、鼻血垂らしながらも抱いてる。さすがの私も、それは、引きます。戦闘中に取ると、こうなります。石の当たった頬を押さえて、笑ってます。これ、わざとガードしてないんじゃ。まさかね。カード月中。カノプーも復活。なんだこの復活祭。忍者なので、石じゃなくて手裏剣。これは。石と手裏剣で、血まみれの甲骨さん。パネットに狙いを定め。失敗。悔しがっていますね、ラマー。4、不吉ですね。自給自足神父、そろそろ死んじゃうかな？位置的に、危ないかな？おお、4人抜き。弓なら失敗してましたね。モルドバのモは、M を表して何？ S モード入りました。S モード終了のお知らせ。リーブス、2度目の復活。さあ、最高の痛みを、与えてあげるよ。とでも思ったの？その右腕、いただきます。2発目、絶対に許さない。コングラーチュレーション。変態魔法きたー。おお、いい響き。どこぞのおっさんに、これを手本にしてもらいたいです。おお、それそれ。っておい、口調が急に軽くなったね。2バスを倒すため進むか、諦めて城に戻るか、私が決めることになりました。サラ、とにかく強い。ボルテール、そこそこ。神父さんことプレザンス、役立つよ。今回は、多く喋ってみました。それではパート5で、お疲れ様でした。おはにちんわれまです、初案です。前回、進むの？戻るの？そうだ、熊吉に決めてもらおう。あらすじ終了。ユニットも装備も、変化ありませんでした。戻るなんてナンセンス、行きましょう。ファイタウ。見習いを加えて、いざ、出陣。クアドリが砦。砦？さえ、わからないので漢字のまま、読んでもらいます。手術師にバス、二つ名のままの人間です。ほう、いい心がけだ。とりあえずひざまずけ。なけんじゃねえ。こいつ、言い回しが面倒くさい。漆黒の、あん。サモンダークネス、敵専用魔法、アンデッドを、複数召喚。敵ユニットが少ないと思ったらこれだよ。お前が見るのは、永遠の闇だ。ゆっくりしていってね。今回は、ところどころで速を使います。全部倍速でもいいでしょうか。通常速度でカットを多用すると音が途切れて変になります。もういっそのことカットがわからないようにしてしまおうということで今回倍速を試しています。倍速にするイコール喋る量が少なくなる。倍速で編集を楽にしてしまおうという魂胆です。高低差があると弓は有利ですね。こちらは使えませんが13、地味に痛い。わざわざ一列になってくれるの？感謝します。今回のバイス、空気です。カチュアの皮、イカ役。おお、レベルアップ。敵の使用魔法の9割は、ナイトメア、闇軍団だから、仕方ないですね。ゲルハルト、お前もか。今回は、待機と、無駄な投石行為が目立ちます。無駄なのは、分かってしていますのであしからず。いやっぽーい。二体同時、大好きです。騎士なのに斧を使う、なのに超強いです。当たらない当たらない。回復すると思ったの？敵に塩を送るほど甘くないですよ。くらえ、スライムが選ぶ嫌いな魔法ランキング1位、2クラム。あれ？神父さん、よく外しますね。レオナールは強いので、どんどん狙っちゃってくださいね。財宝、カードをゲットします。加えて、2バスへの威嚇投石。ふふふ、足がすくんで、足、ないね。これは、わざと外した。忍者の割に、あっさり眠るよね。おま、熊吉、夢の内容が気になります。ほらほら。足元が崩れてきてますよ。カチュイカ役。初暗騎士団、今後の方針が決定。野球を、する。カノプーは翼があるので、高さを無視できます。ジジイに斧を振り下ろす、敵には容赦ないですね。足場、大丈夫ですか？ふふふ。この時、ブルースの体力を忘れています。てっきりブルースが狙われると思ったら、アクエリがターゲットに。そうそう、ピンチだー。イカ役。カノプー、眠らないですね。さすがです。ここでバイス、無念のパス。2バス目、モルドバの代わりに、アクエリを選んだのか？手下まで使う念の入れよう。カノプー、アクエリを助けるべく、本気出しました。2バス、鳥に変化して逃げ出しました。へっへーこのチキン野郎。コングラーチュレーション。骸骨、かわいそす。それではパート5は終わりです。お疲れ様でした。カットに加えて倍速を使ったら、時間が10分を切りました。パート6にと思っていた分を、つなげることにしました。5、6、ごちゃ混ぜですね。いつかは統一します。石を投げてただけですよ。ふむふむ、敵の城に行けというのですね。非干渉条約、警察と結ばせてくださいお願いします。あの人たちと関わらなくて済むなら、何でもしますよ。バグラム人の扱いがひどいけん。おっさんは、あの騎士団を脅威に思っているようです。石も投げない奴が口答えするんじゃねえ。ファルガルバカトスタンス？人と国と場所の名前がこんがらがってきたよ。知らない単語が6個くらい出てきたね。はい、わかり。1万ゴールありがとうございます。何でもします。お小遣いもらいました。使い道がないので貯金しましょう。ここがフィダック城、コトライム、ゴルゴルザ平原。道のりは長いですね。まずは平原へ、進みましょう。ファイタウ。出陣じゃー。ゴルゴルザ平原。きつ音のブレッテン、きつ音の意味詳しく。命が惜しいなら向かってくるんじゃないよ。バッキャロイ、これがきつ音ですかね。逃げても一緒でした。仇は取ってやるでー。弱い犬ほどよく吠える、ってね、くひー。おう、いいもんもんじゃんじゅん。宴の始まりじゃー。この戦いのキーユニット、クレリックさんです。カノプーは未来永劫やり、昔からの習慣で装備させます。レオナールツエー。水魔法、アイスブラスト。後半では見る機会が少ないです。神父さんは、序盤最強ユニット。残像だ。アマゾネスは水中に入れますが、攻撃面では不利です。プラス面の方が多いと思いますがね。レベル6とか嘘だろリーダー補正め。バイスはもう、ダメですね。トラウマやめて。これが彼女の、最後だった。逃げてばかりじゃないってところ痛い。カノプー、尻を狙え。カルガルと敵ソルジャー撃破、フランシスカ最強説。後ろからサクッとやっちゃいましょう。サクサク削れて順調です。効かぬわー。さあ、とどめを。なんだって?79% をガードするなんて。この攻撃で終わってたら、豪華3本立ての時間が取れてたんだよ。逃げるなぁ。怒りの鉄拳を喰らえ。リーダーがボロボロなのに、微動だにしないクレリックさん。でもこちらは遠慮なく。カノプー、主に穴以下略。カノプーの1マス開けての攻撃と、バイスのクリティカルが一緒。それにしてもこのクレリック、何をしているのやら。百歩い。最後とは、あっけないものですね。敗因。それは、愛。貴様が引き裂いた、愛だ。コングラーチュレーション。チェーンメール、フランシスカ、ゲット。現時点では非売品です。皆様、質問、ご意見、ご感想など何でもコメントしてくださると、嬉しい限りでございます。それでは次はパート6で、お疲れ様でした。実は、平原終了後、セーブ取り忘れていました。なのでチェーンメールの代わりに、スピアが手に入っています。ファイタウ。シュッツジンジャーこと、ライム。幼女じゃー、幼女がおるー。新ジャンル、ドラゴンレイゲフンゲフン。華麗なフットワークで回避。幼女に夢中になっていたのが、運の月。助けるに決まってんだろうがー。騎士ユーモス、ロリコンで、オッケー。救出を優先、熊吉の出番なし。操作ミス、あうあう。ブルースがショートソードを2本、持っていますね。理由は後でわかります。幼女さん、突っ込まないでー。性的な威嚇薬。騎士にエロ魔法が効くかー。幼女と木製の矢、これを流行らせようそうしよう。突っ込みすぎ注意。好きな子を、いじめたくなったの？部下を犠牲にしてまで。L ユニット、ドラゴンのスペシャル技、ブレス。属性で効果が違いますが、初案的に第一はワースト2です。敵に使われると、いやらしいことこの上ないです。幼女が神経毒に侵されているので、早く治療せねば。前回の分を取り戻しました。今は応急処置。あ。見習いだから、耐えなければなりません。は？悪意の分際で何やってるの？領土を傷つけることが許されると思っているのかこの敵が。2つの中に当たりっぱなしだー。これが二刀流による、ダブルアタック。ずっと忘れてました。リア充のくせに、幼女に手を出すんじゃない。コングラーチュレーション。ペースト？これを幼女に塗りたくって、傷を癒せというの？了解です。いえいえ、当然のことをしたまでですよ。もう少し遅かったら、騎士の食い物になってましたね。性的なゲフンゲフン。難しい話は置いといて、この隙にペーストを、塗りたくりましょう。過去のことで何やら争っています。何のため？真の平和と、当たり障りない言葉を、選んでおきます。バイス横やり入れるな。この騎士、どうも好きになれませんね。ああ、濡れなかったね。今、股間のキュアリーフを、チラ見したね。フラグ立ってるー。さて、城に行きましょう。中2さんの相手には、中2丸出しで対応。さすが大人ですね。3時間トレーニングすれば、多分落とせます。イベント中は空気を読もうと思っていたショアンも喋り出しますよ。眼帯、紫色の髪、タロス。痛い。痛すぎる。なんだ、結構いいやつじゃないかと思わせるこのイベント。舐めるんじゃないよ。3時間トレーニング後なら素手で倒せるよ。感情を抑えるの？吐き出すの？ここでヒステリックに暴れても分が悪いです。ちら、これフラグですよね。棒に突っ込んだ結果、数体のユニットが吹き飛びました。というわけで、リセットの上、トレーニングを積んでもらいました。ステータスなど、一覧です。熊吉は忍者。デニスは忍者が多いので、ナイトへ。ダブルアタックが許されているのは、今のところブルースだけです。バルキリーになったアクエリ、灰嫁決定。新、初暗騎士団の力を見せつけましょう。ファイタウ。てってれてってれてってれていれー。さて、ユニット配置し、トレーニングで日にちがずれました。何このお使い芸。同胞を助けるのですね。ほほう、農民一揆ですね。それぼっき、ぼっき、ぼっき。振られた。期待しているなどなど言ってますが、先のイベントへのフラグです。熊吉くん。ほう、成長したなこいつも。横に並ぶのは危険な匂いがするので、少し開けています。初めての時は、誰だって操作？逃げて、熊吉超逃げてー。熊吉は死んだらリセットできるんですけどね。ふふふ。今回後半でイベントが多く、ランダムバトルも完全カットでまったりしてましたね。次回からは戦闘イベントが続きますので、それなりの内容になると思います。パート6、これにて終了です。コメントくださお疲れ様でした。ファイタウ。ボルデュー湖畔。優秀のレクセンテール。ペガパッドでいちいち名前調べるこちらの身にもなれ。これぞ騎士の鏡、いいよ、鬼軍曹。バランス装備のナイト、手本にするべし。そもそもナイトを使わない人が、多い、そう聞きました。パート7の戦い、何一つ面白いところがありませんでした。埋もれた財宝を取る動画でも、挟もうかと思いましたが、オーブを所持しているのは縛りを破る可能性につながるので、必要になった時にでもホリホリします。動画的にも銃のユニットで突撃というのは面白くないので、そのうち減らします。デニムは例外として、同じユニットを2体出すのも控えようと思います。もうどこでカットしたかもわからないけど、見どころを一つ。敵のアマゾネスの武器は、忍者の得意武器です。苦労して説得した記憶があります。他のユニットを倒している間に、反撃で倒してしまい、リセットをしたりしてました。最大の見せ場、夫を死亡。残念、それはブルースの影武者だ。ボスのとどめまでカットしちゃうよ。ごめんなさいねー。コングラチュレーション。ファイタウ。ソード出現。画集のガンプ、L 型ユニットのグリフォンをペットにする。グリフォン、足す、人間、イコール、カノプー。リザードマンキサー。この戦闘、リザードマンが妙に硬く、苦戦します。ふふふ、それは初見だった頃の私の話。ひーさーずー、待機。敵が寄ってきましたね、いい感じです。ここからは、第1回、ベルダオブザ、どっちが先に HP30 以下になるでしょう、です。ここからは、バルダとオブダにダメージを与えた場面中心の内容になります。カットしまくりでごめんなさい。今後とも大幅カットの時は、漏れなくゆっくり初案に会えます。下半身派だ。ゲスト出演のリザードマンさんたちは、もっと空気です。バイス選手、59% をよく当てました。熊吉たち忍者軍団は手裏剣の嵐。地道にダメージを与えています。デニス選手は剣で攻撃。この勝負、ベルダオブダヨウ選手の M っ気の強さが鍵です。ヨウ選手には大いに手加減していただいてます。くるくる、シャキン、嫁かわいいよ嫁。二つ名が、地味でまだゴミ方になったら強いルートでコロコロ変わる人間の、バイス選手、今回非常に活躍しています。忍者たちはステージの影響で、大きなダメージを、与えられません。13でいいとこですよほんと。ここでレフリーストではなく飼い主登場。この試合ベルダ選手の勝利です。コングラチュレーション。ここは連戦のステージで後半のためにレベルを8にしています。バルマムッサの町。画面上から出てきたソルジャーの動きは納得いかない。正直レベル差がありすぎで、面白みに欠けています。新しい武器も魔法も出てこないので、サクサクカットでいきます。戦闘をさっくりカットして欲しくない人もいるかと思いますが、序盤はストーリーを先に進めたいので、カットさせていただきます。そしてユニット制限は、次回からになります。それでは戦闘の終盤を、倍速でどうぞ。2倍速だけが倍速じゃないよ。ゆっくりしていってね。尺余り。コングラチュレーション。活躍した人がいると、MVP に選ばれ、レベルが1上がります。バイスに話をさせた時点で終了です。戦おうという人はなく、文句を言われ続け、解放軍かっこ笑い、英雄かっこ笑いとあしらわれてしまいます。いろいろ考えさせられるイベントですよね。説得が難航している状況で、レオナールに呼び出されました。なんだと?無言タイムに入ります。この選択で、第2章のルートが決定します。1は L、2は C ルートになります。バカなことはやめるんだ。はい、C です。第2章 C ルートには、不安要素が一つありますが、幼女収集もとい、幼女たちを仲間にするためには、C を選ぶ必要があります。ここでバイス、信頼と安心の裏切り、どちらのルートを選んでも的な意味で、敵味方、何々的な、とという2つの単語をかけてます。本ちゃんメンバー来たこれ、よく積んだ記憶があります。何もいじる必要がないですね。バルマムッサの街。この BGM、大事な場面でよく出てきます。6回も戦闘していると、正直聞き飽きた。どう頑張ってもプレミアムじゃないので、高画質は望めない。なら動画の時間も気にせず15分くらいにしてしまおうかと、考えました。全部分をカットにせず、2倍、もしくは4倍速にすれば、かなり編集も楽になってウハウハです。作戦としては、カノプーとブルースで、男釣りをします。男釣りは、とあるゆっくりさんの実況で、使われる技を拝借しました。無断です。てへ。熊吉なんて名前してますけど、特に変態じゃないですよ。ここの敵は、熊吉たちが持っていない、新しい武器を所持しています。熊吉は逃げます。逃げるのは得意なんです。カノプーの男釣り、何度失敗したことか。本当は回復ユニットも、一人にしたかったんですが、5回もやり直しをしたら、ね。カチュアのレベルはあと1回行動すれば上がるので、ヒーリングを、誘導すればよかったです。両手用弓を持つのが2人、天候が嵐で風魔法絶好調のジジイ、状態異常を使うイッチ、チートナイト。左側の坂と右側の段差に分かれる道しかなく、その間敵は前進するだけ。つまりは体勢が整わないうちに攻撃されるということですね。男釣りも一応、間違えれば1ターンでカノプーが消えます。地形がつかめなさすぎて困る。倍速うんぬん言ってましたが、今回はノー倍速ノーカットでお送りします。変態成分など微塵もない真面目な実況を目指そうしよう。第2章に入ればイベントも、女の子ユニットも増えて、ウハウハです。紳士淑女相手にエロ魔法が効くか。ショアンが好きな魔法第一いったこれ。後半で敵に使われると痛すぎて、逆に気持ちいい。おっとっと、紳士。女王。そういえば、ヨネも2回ほど死んでました。ユニットが死ぬのはあまり好きじゃないです。思い入れがあるとかではないですよ。男釣りの結果がこれだよ。敵ユニットを2か3体引きつけるだけでいいのに。ブルースは強いんだか弱いんだか、よくわからないユニットですね。おいカチュア働け蓬莱人かてめえ。そういう熊吉は逃げるだけの作業芸。攻撃しようかなと思ったけど反撃死亡フラグビンビンです。なので無難な位置に移動して手裏剣という安牌で逃げます。上がれる時にきっちりと上がればいい。今は無駄な危険を犯す時じゃない。男釣りであまりに死ぬので投入したクレリックです。ヒーリングが2回も続くと、言うことがなさすぎて辛い。カノプーは特別性なので、普通のホークマンとは比べ物にならない能力を持っています。40% あっさり食らってんじゃねー。風魔法はかなり軽減できるので、ジジイはさほど問題じゃないです。さて、そろそろ、反撃のお時間でしょうかね。見事に決まらなかったセリフ、それを回収してくれるのは、そう、カノプー。カノプーにランス持たせた開発者さんマジパネイス。この戦闘ちょっとくらいすぎじゃない？反撃がどうなるかを悩んだけど、ここは気合で突っ切りました。なぜキャンセルしたし。エロ魔法来たー。でもカノプーと汚い忍者には、そんな魔法。3分少しの動画を、2つ、エンコードして1つにしたら、なぜか2人がスタンする部分が、ループされたので切りました。どういうことなんでしょう。黒子かわいいよ黒子。ようやく働いたカチュア姉さん、レベルアップできる機会少ないから頑張ってね。姉さんのレベルが高いことに、越したことはないです。でも頑張ってあげようとは思いません。カノプーそこそこピンチ。熊吉で直接殴りに行ったら、1ターン回らずに死にます。面白くもないチキン戦闘っぷりを、お楽しみに。このジジイ嵐の効果でサンダーフで上がって2、3攻撃になっていてこちらは固まって行動しづらい。その上道具として使用すると、キュアリークと同じ効果で無限使用なのでカノプーで攻撃してもダメージが大きい上50回グループでかなり時間食われる。という面倒なジジイです。だからヒーリング以下略。お、カノプーかブルースが死んじゃうかな。ここで姉さんを選択するミレイユ。あんたも姉さんかー。カノプーは麻痺から回復したのでもう安心です。厄介なウィッチを始末する作業に入りましょう。へっへー、届かないよーだ。バーカバーカ、お前の母ちゃんプラスチックー。何をするかと思えば、今さらドクトは。熊吉なめんじゃねえぞサンリオ。ゲストが狙われるのはわかるんですが、ここまで必要なのは初めて、経験しました。以下略。ようやく一体撃破。主人公があまりに働かないというのもどうかと思ったので、サンリオに喧嘩売ります。素手で殴ってもそこそこ強いのは、主人公補正なのです。多分。以下。いや、さすがにそろそろヒーリングを見るのも飽きました。そろそろ縛りを3つほど増やしてみようかなと。ヒーリングを使用するキャラを1人にしてみたり、投石禁止にしてみたり、弓での範囲攻撃禁止にしてみたり、補助魔法も禁止にしてみたり。今一番有力候補なのは、熊吉ことデニムの直立不動です。この動画の求めるものは、味方の無駄な行動を、できる限り少なくし、その上でさっくり勝利することです。槍装備のユニットに挟まれると、こういう事態が発生します。結構好きな戦術なんですが、槍を装備している敵、少ないんですよ。縛りどうしよう。今増やしに増やすと、C ルートの、あれで積みまくる。絶対に積む。喧嘩を打ったら 26% の、確率なのに毒った。ほら、動くとろくなことがない。やっぱり熊吉は不動明王になるしか道は残されてないですね。ハブアブ。はい。サンリオに、とどめじゃー。せー。毒は無視で OK。54% で4とか悲しすぎる。爆笑。残るはたったの2体。これはもらった。決定だ。とまではいかないブルース。今後の活躍に期待。まあ、ざっとこんなものですよ。ここから2分ほど、逃げて回復、ずっとジジイのターンです。録画容量が足りなくなるだろうがー、と、切れかけてました。地味に財宝ゲット。本当はカノプーがとどめを刺した時点で、通常速度になるはずでしたが、編集後、動画に保存すると、なぜかうまくいきませんでした。エロく聞こえるのはなんででしょう。打つシーンなので注意。歴史とかカタカナ系は苦手だって言ってるでしょう？バカなの？簡単にまとめると、クマッチたちは賞金首です。ルーキー。思い通りにいかないのが世の中なんて、割り切りたくないから。C ルートは自分の信念を通す、L ルートは正義を貫く。そういった考えで主人公が進みます。だから3時間トレーニング以下約。敵討ちのためだったの？はぁ、たったの3万ウォート？奥の首だと思ったら、随分と甘く見られてました。相変わらずカノプーのカリスマっぷりは異常。カタカナとかもう見たくない。ふむふむ、ああ、そう、へえ。それでは、お疲れ様でした。